はい、部品がですね届きましたので、これ開封してですね、これせっかく新品できたので傷つけちゃったらいいないんで、ちょっとこれどうやって開けるのか初めてなんでわかんないんですけど、とりあえず切り取ってみるかな。外れました。これが新品です。これが古いもの。これもあんまり傷んでないじゃないですか。こちらが新品です。実際このカップのですね大きさ見ていただくと一目瞭然かと思います。ここまでですね大きさが違っていて、減ってしまってるんですね、上の部分、ここの部分がですね。ですから当然ポンピングしても空気が入らないということのようです。はい、じゃあこれ新しいものです。これを載せまして、でこれをかぶせるんですけど、これどうやっているかですね。トイレカバーで入るんですか、はい、指が痛いですけど、溝が切ってあるんでそこまで押し込めば完了ということになります。違いますね、初めの頃と。よし、ということで、ちょっと待ってください、これですね、回転、回転戻しのはずなんですね。で、親指を添えてポンピングします。この間と違ってですね、ちゃんとポンピングできます。ちょっと数えるの忘れました。これですかね、ポンピングしました。ポンピング終わりましたんで、いよいよ着火してみます。
本格燃焼に至るまでですね、しばらくプレヒートしないといけないんで、ちょっとこの状態で見てみます。感じですね。炎も青い炎が出てますん でこの状態からですね、またさらに、ポンピングしろというふうにマニュアルに書いてありますので、ね、ポンピングします。赤いですけども、今回ですね、オーバーホール しましたのは、こちらの中に入っているですね、燃料調整のところの、オーリング、それと、今ですね、ここの中に入っていたカップ、それとですね、先日動画撮った時にこれは大丈夫そうだと思ってたんです。実際のここから空気がどうも漏れているような感じでですね、中に入っているリングがもう劣化してましたんで、それを外すことなくですね、新しいオーリングをこの中に入れまして、それで締め込んであります。と特に、漏れ等ですねないみたいなので、大丈夫そうですね。はい、ということでですね、ちょっと時間かかっちゃいましたけど、なんとかですね、サビを取り、この部分を、作ってですね、ポンピングもちゃんとできるようになって、でこのリングも取り替えてということでですね、なぜこれ赤い炎かというのは、おそらくなんですよね、中は青い炎が出てて、ここで私が作ったこの周りのカラーですね、これが多分影響しちゃってるんじゃないかなっていう気がしてます。であと炎もですね、これ以上上がらないんですけど、これでいいのかどうかっていうのがちょっと初めて使うんでわからないですね。意味はないと思いますけど、というようなことでですね、しっかりですね燃焼して出ますと、ホワイトガソリンがですね、しっかり燃焼してですね、なんとかこれで使えるのかなというふうな気がします。今回ですね、この作った、カバーはちょっとバリ取りがちょっとうまくできなくてですね、ちょっと直接触るのは危ない気がしますけど、あと炎がですね、これでいいのか悪いのかっていうのは実際、お持ちになってる人と聞いてみないとですね、これが正常値なのかどうなのかっていうのがわからないです。というのと、先日ですね、私が動画撮った、中国製の、ガソリンストーブと比べるとですね、これ音が非常に静かですね。これならですね、炎の輪も大きいですし、料理をするのに、向いているのかなというふうに思います。ちなみにですね、この状態、これ大きくなっちゃいましたけど、ガバがですね、ケースにしっかり収まりますので、問題なくですね、持ち運びはできますよと、いうことで、実際今度フィールドに出てですね、使ってみたいなというふうに思います。
あとこの状態でちょっと今野外で風も結構あるんですけども、まあどうなのかなというふうに思います。まあ、以上ですね、ホールマンの、508A ストーブですね、が、治りましてですね、正常に燃焼するというところまで行きました。長い動画ですけども、最後までですね、ご視聴いただきましてありがとうございました。